ヒーローイズカミング。世界のバラ、アリエノールダ・キテーヌ。父アキテーヌ公ギヨーム10世の突然の逝去により、その広大な領土を相続しアキテーヌ女皇となったアリエノール。ルイ7世と婚姻するも、その結婚生活は順風満帆とはいかず、そんな彼女はある一人の男に出会った。ノルマンディー公アンリ、そう、後のイングランド王ヘンリー2世である。ルイ7世との婚姻が無効となり、アキテーヌに帰還した彼女は、あまたの求婚をすべて拒否し、アンリとスキード再婚。そしてアンリがイングランド王位を継承すると、広大な領土を有するプランタジネット朝が始まった。その領土はもはや帝国。プランタジネット朝が支配したこの広大な領土を後世ではこのように呼ぶ。アンジュー帝国と、ことよろ。2024年一発目の EU4 実況、今回の主役はイングランドです。うちでは2回目の実況だね。前回はブリテンからの第5王国というレア生態実況でしたが、今回はイングランド第2の道、あのロマン国家を建国し遊んでいきます。あのおいだば、早速プレイ開始。おうおう。ではイングランドの初動から。じゃじゃーん。はぁ、やっぱまずいよな。プール条約結んだから、フランス王シャルル7世にはメイヌとアンジューを割譲しなきゃいけないし。でもそれじゃあまた進化から文句言われそうだしな。どうしよう。王よ、何を弱気なことを。奴らには1インチたりとも大陸領を渡してはなりません。我らイングランドの力をフランスに見せつけようではありませんか。そうか。大丈夫かな。大丈夫。それじゃあメイヌは割譲しない方向で。容易に。と、今回の初動ではメイヌ売却戦略はなし。ミッションはアンジュールートを選択し、正面からフランス戦開始です。メイヌ売却戦略は前回のイングランド実況を見てね。今回はブルゴーニュにライバル視されない世界戦を選んでおり、初期同盟のポルトガルに加え、ブルゴーニュ、カスティーリャ、ボヘミアと同盟を締結。オベッカを使って良い勝していますが、しばらくは単独で戦わないとだね。いきなりの難題に直面だけど。任せてください。これを見越して輸送船を大量生産、さらに傭兵も雇用しています。そして全軍がブリテン島にいる。これすなわち。行け、要塞包囲中の敵軍を海上から襲撃だ。横っ腹に突撃だ。フランス軍は戦力を分散しているので。よしよし、勝利。それじゃあ撤退。ラブールの要塞も包囲されてる。巣は突撃。敵軍にペナルティを押し付けることができるので。オッケーオッケー、勝利。今回はそういう戦略なわけだ。正面から戦っては消耗必須。ここは同盟国の好感度が溜まるまでヒット&ウェイに徹しつつ、あわよくば敵軍の殲滅を狙っていくのだ。早速ポルトガルを呼べるようになったよ。助けてポルトガル君、私たちの同盟は不滅じゃないか。よし、これなら占領を開始しても問題ないですね。さらにブルゴーニュにも援軍を求めることが可能に。ここまで来れば AI 任せでも大丈夫かな。おっと、しかしここでもう一つの難題、バラ戦争が勃発。ヘンリー6世が言ったか。さようなら評価が別格の王よ。ゲセヌ。フランス戦は落ち着いてきましたし、先に反乱軍の殲滅に向かいましょうか。おう、ライバル国家たちよ、ここぞと戦勝者たちを支援するんじゃないよ。全て殲滅してくれよう。ありゃ、逃がしたか。では今のうちにフランスに舞い戻り征服を。人的資源もなくなってるし、そろそろ終わらせたいね。パリ陥落を急ぎましょう。む、潜んでいた戦勝者が再起したか。タイミングが最悪だ。急げ。ほっ、パリ陥落。よし、今回もパリは燃えたな。あとは同盟国に任せて、我々は反乱鎮圧に向かいます。火消しだ。ふう、初期国力と経済力が抜群とはいえ、さすがにお金と人的資源が吹っ飛びますね。戦費が国を傾けるのはどの時代でも変わらないものだ。占領地も奪還し、無事にバラ戦争が終結。イングランド王位はフーダー家のもとに。これでミッションから安定度と侵略的拡大の補正を獲得。フランス同軍で侵略的拡大が大変なことになるから助かる。うむうむ、このくらいならまだ制御可能な範囲ですね。それでも初手の包囲網候補のサイズではないけどね。ではスコットランド戦も開始しちゃいますか。軍拡のミッションからスコットランド属国化の海戦自由を獲得。さらにイギリス全域への請求権ももらえるので。次はブリテン諸島の平定だ。です。ただスコットランドやアイルランド諸侯が包囲網に参加されても面倒なので、フランス戦はそのままに。早速スコットランドに戦線。さっきの包囲網候補なら問題なさそうだけど。念のため。ではフランス王位をブーダー朝のもとに。おいでませフランス君、アパナージュたち。よくも我らフランスの領土をどころか王位まで持っていくとは。いえいえ、我らが王ヘンリー7世にはフランス王朝の血も流れております。それすなわち正統だ。そんなへりくつが通るとでも。通るな、この時代ならなおのこと。ふんわ、
危ない危ない、なんとか丸め込めましたね。それでいいのか。ミッションを達成し、ヘンリー7世はフランスに対して勝者の譲歩を見せる。うまいことフランス統治して任せるから。それはただの丸投げで、お任せは。あれちょろいぞ。あとはフランスとの関係改善に注力しましょう。さて、この名の海戦戦略、百年戦争を武をもって制し、フランス王位を手中に収めるというロマン要素ばっちりの戦略ですが、実利は他に比べて非常に乏しいです。速攻でフランスを同訓会にできるけど、フランスへの連合の回復はミッションでアンジュルートを選択すればもらえるので、後からでも請求できますし、何よりもブルゴーニュ継承が難しい。まだ同盟はギリギリ維持よ。ありゃ、評価がさらに下がっちゃった。フランス領への領土欲が半端ないですからね。ライバルを侮辱するなど試行錯誤してみましたが厳しいです。どうせ私の体目当てなんでしょう。ああ、同盟解消されちゃった。低地地方を含めてブルゴーニュ領も楽に確保したかったところだけど、アンジュルートで楽したいなら、まずはメーヌをプロヴァンスに売却、関係改善をしつつブルゴーニュを継承し、その後にフランスへの同訓連合を求めるのがおすすめです。フランスの同訓連合確定チャートやめてくれやれ。なお、ブルゴーニュ継承ガチャはリセマラするものとする。ブルゴーニュとオーストリアが敵対していれば難しい話ではありませんので、これからアンジュルートをプレイする方は試してみてね。さて、話を戻して、我らがイングランドは包囲網に参加される前にアイルランドへバシバシ進行中。スコットランドを属国化する前に開戦しちゃえばいいのか。このまま一気にアイルランドを平定しちゃいましょう。スコットランドとは属国化で和平、これによりイングランドの勢力は強大なものになりましたが、さすがに大陸から離れていても神聖ローマ帝国諸侯が続々と包囲網に参加。ぬぬぬぬぬ。ああ、私と無理やり同訓連合を組むから。しゃあないので、アイルランド平定が完了したらしばらくおとなしくしていましょう。同盟を維持拡張して懲罰戦争は回避したいね。ソーモンドたちを併合して、これでアイルランドはイングランド下に。ミッションをポチポチして、アイルランド王冠法に関する議論を開始。アイルランド王位をいかんとせんや。同訓国家として統治を任せよう。こうしてブリテン諸島は信号機カラーに分割統治されることに。カラフル。青色属性は渡さん。さらにこれを祝して包囲網も非常にカラフルに。あばばばば、これ大丈夫なの。下手すると宣戦されますね。関係改善や資金援助で評価を上げて、急ぎ包囲網から追い出しましょう。評価をプラス50まで上げれば包囲網から離脱してくれるね。頼んだぞ外交官くん。よし、包囲網が縮小したな。お、どこどこ。間違い探ししてみてね。問題はアラゴン、ブルゴーニュ、デンマークの3カ国が包囲網に参加している点。どこか1カ国でも追い出せば包囲網は解散しそうなので、ブルターニュ経由でブルゴーニュと回戦しましょう。オーバーキルだ。これなら私は何もしなくていいでしょうか。働いて。私も何もしなくていいですよね。まずは従って。ブルゴーニュにはお金と交易関係の要求を突きつけて和平。おお、お金ちょうだい。本格的な進行は次戦からだね。この戦争の間にも外交官を派遣し続け、包囲網はかなり縮小。これなら少しは動けるかな。ブルターニュを全土併合しても、ほらこの程度。うん。ちょっとちょっと、懲罰戦争を受けたら燃えるのはパリなんですからね。勘弁してくださいよ。大丈夫だ、ユーダ朝を信じろ。ルネサンスが領土内に広まってきたので、この辺で受容しちゃいますか。商人さんすまんが、お金貸して。さて、一つ目のアイデアグループを何にするかですが、ベタなところだと外交、牽制、情報アイデアあたりかな。宮廷でフランス王位の権威を高めましょう。じゃあ統治アイデアで。普通だ。アンジュルートは大陸での拡張をテーマにしているので、ここは早めに統治アイデアを解禁、効率よく拡張できるようにしましょう。大丈夫かな、包囲網対策。神聖ローマ帝国への対応は考えないといけませんね。おうおう、イングランド包囲網が解散していきますよ。これも外交の賜物か。それすなわち進行の時。仲いいな。今回はプロヴァンス君に宣戦して、一段落したところでアラゴンにも宣戦。このイングランド躊躇がない。プロヴァンスは全土併合でもいいのですが、せっかくならナポリを楽に平定したいので属国化しましょう。プロヴァンスが持つアンジュー家関連のミッションだね。こちらも同じくアンジュー家のプランタジネット朝の再現を目指してるんだから、同じような報酬をいただくことは。全部系統が違うでしょうが。系統が、これだから王朝やお家は難しいねんな。アラゴンにはライバル CB で宣戦したので、強さを示して君主点をがっぷり獲得。グヘヘヘヘ。侵略的拡大を広げずに停戦期間も設けられるし、こういう時にも便利だね。戦勝点を貯め切るのがちと面倒ですけどね。プロヴァンス領土の支配下に加えたことでフランス関連のミッションも完了。仕方ないな、許してやるか。フランス王位は返還しませんよ。し、アンジュ帝国まで残すはブルゴーニュ領か。ブルゴーニュ継承できていれば楽だったんですけどね。今回はまだ断絶していませんね。停戦期間も切れちゃったので、ブルゴーニュ領への進行を開始しましょうか。ふむ、この世界はなんとか血筋を絶やさず生き残るパターンか。
あ、行っちまったな。継承先はモーゼル？あれハプスブルクじゃないな。どこだろ？外交パネルではオーストリアだね。素直に皇帝が選ばれたのかな。わかりません。わかりませんが、一つだけわかることがあります。それはこの戦争が包囲戦になったということです。オーストリアが主戦国になったから同盟国たちも参戦してきたのか。いかん、フランスが燃える。小国を優先的に狙って頭数を減らしていきましょうか。がしかしここでヌベール、ピカルディ、エノーがブルゴーニュから解放独立。他の低地地方の国家も解放されていますね。お、ということは神聖ローマ帝国の低地解放要請をブルゴーニュが受諾しましたね。プレイ時は和平画面で気づいたのですが、ブルゴーニュのアイコンにあったハトさんマークが消えています。ブルゴーニュが独立国家に戻ったわけだ。ではオーストリアとその同盟国たちはもはや戦う理由もなくなったのですが、それはそれ、これはこれ悲しいかな。一度取った武器はすぐには収められないのだ。オーストリアが完全に継承しちゃうよりはマシかな。100倍マシです。100倍。さらにこれはブルゴーニュ属国化チャンス。ついさっき解放した州のほとんどに中核州を持っています。災いを転じて福となすだね。本来は私たちフランスがそれをやりたかったのに。そうなると2つ目のアイデアは牽制という選択肢が優勢になってきたのですが、今回は外交アイデアにしています。ベタだな。さあブルゴーニュ君も属国として陣営に加わるのだ。ちょちょ、包囲も包囲も、やめてやめて、燃える燃える。それポチッと。1482年、ブルゴーニュはイングランドの属国に。すると当然ブヘイド島の包囲網参加所上、すっごいバリ雑言浴びてそう。ほらほら、それよりもオーストリアはまだ残ってますよ。いや、もうブルゴーニュ離脱しちゃったんだが。皇帝様は辛いよ。じゃあ現金と戦争賠償金お願いね。それはいいんだけど、どうするんですかこの包囲網。アラゴンや一部の停戦機関を作れた国家だけ意識して、他は関係改善しつつ放置で。それしかないか。でそのアラゴン戦でマルタ島を抑えに行って。え、フランスがもらっていいの？どうぞどうぞ。わーい。しばらく内政に専念した1495年、お待ちかねのヘンリー8世が後継者に。高水準能力値助かる。まずいですよ、ここには峰麗しき女性が3人も。大丈夫、ちゃんと帝王学を叩き込みますから。よろしくお願いしますお姉様方。いい子だいい子だ。大丈夫かな。それよりも包囲網は？そうでした。さらに3年ほど経過してかなり縮小してきています。ありゃ思ったよりも早い。ここまで戦争した国家も限られているので、まだ評価を上げやすい状況ですね。もう少し内政と外交に専念しましょう。ふう、やっとパリに帰れる。ではしばらくジャンプしますね、シュワッチ。さらに時は流れて1502年、包囲網もほとんど解体できたので、そろそろ進行再開です。次はどちらに？フランス地方の州が必要なので、今回はヌベールとピカルディへ。しばらくは皇帝であるオーストリア君をボコボコにしましょう。やーい、オーストリアのバーカバーカ。フランス王とは。では続けてエノー、ブラバント、ルクセンブルクに宣戦。ほとんどがブルゴーニュの中核州なので、一気に返還してもらいましょう。そんなことしたらせっかく解散しだした包囲網が。いいですか、包囲網対策は徹底的にやるか全くやらないかです。そんなことはない。包囲網の範囲がドイツだけなので、神聖ローマ帝国諸侯を併合していけば、おのずと包囲網も組まれなくなります。つまり今回は徹底的にやるモードですね。神聖ローマ帝国は解体しないんですか？外交関係的に一線は開戦自由なしでの戦線を挟んでしまうので、今の時点では見送りました。この状況でノー CB はさすがに厳しいか。エノーを併合したところでブルゴーニュの確保は達成。あとはフランス地方の全州の支配が必要ですが、それも開戦中のロレーヌ戦で割譲できます。ということはついにロレーヌを全土併合して、これで我らイングランドはアンジュ王国の名を冠する資格を得た。さあ今こそ正式なる帝国としてこの地に。あれ、サボイアに宣戦しちゃったよ。アンジュ王国建国のための合同法は今の我らには扱いが難しい。ああ、統治技術が足りないのね。ここで従来のヘンリー8世がヘンリー9世として即位。ややこしくなるからヘンリー8世にしてくれ。ありゃそうですか。フランス王位も大事にしてくださいよヘンリー8世。その王位はすでに私のものだが。そうだけれども。教育失敗してない、大丈夫？完璧です。1515年、統治技術が10に到達したので、両氏合同法を議論すっぞ議会ども。なお反対派をことごとく買収するだけな議会の模様。議会とはこういうものだ。ここにアンジュ王国が誕生。フランスの領有州が40未満だったので、フランスも即刻併合しています。即併合の条件が緩和されたんだったね。あれ、私まだ意識があるぞ。フランス王は王位として残ってるのでしょう、知らんけど。やったぜ。うむ、ナポリと間違えそうな良い国土カラーしてる。それは褒めてはいない。ミッションもバシバシ進め。アンジュヌカを達成するとブリテン文化グループがフランス文化グループのアングロワ文化へ転向。おお、フランス文化が一気に広がった。やっぱフランスなんだよな。国家名はアンジュ王国なんだね、帝国じゃないのか。それはまた後ほどのお楽しみ。イングランドの最終形態であるグレートブリテンとアンジュ王国、しかしそのナショナルアイデアは全く違います。海を新大陸を制し、莫大な富を円とするブリテンと、効率的な統治と隙のない陸軍を整備せんとするアンジュ。それぞれの良さを生かしたプレーができるとより楽しめますね。さて、欧州に異端が広まりつつある1515年、
イングランドからのアンジオ建国プレイはこの辺りで相手、なんだなんだ手紙何見て、アンジュ王国が復活したわ。きっとあの国家の宗教は。ああ、なるほどね。アンジュ帝国の時代の宗教となるとカトリックだけど。せっかくなら他キリスト教宗派への改宗もやってみようということですか。あれでもカトリックが一番人気ですね。聖公会は検討しましたが、それならばこのままカトリックで。はい、ということで聖教会に改宗してください。誰ですか、この選択肢を作った人は。近い近い、大丈夫大丈夫、同じア大陸に聖教宗がありますよ。その場合、フランス地方が反乱軍に占領されていきますが。おい、やめさせろ。はい、ということで次回はなぜか聖教会への改宗を目指しますので、よければチャンネル登録をして動画をお待ちください。高評価もよろしくお願いします。おなしゃす。それでは2024年もコンタチャンネルをよろしくお願いいたします。またね。バイバイ。